この前ラウンド動画撮ったじゃんうん。あの時ラウネ超いいって言ってたけどさ、うん。初めて打ったわけじゃん、あれ。初めて。練習なし。そうね。本当に。そう。ドライバー打って、うん。セカンドショット初めて打ったから。そうだよね。うん。すげえ良かったって言ってたけど、本当に良かったの。めっちゃ良かった。もうあれ結果。平井弘明の。ワンナップゴルフ。そう。先日あの、トール君とラウンド動画撮ってですね、 んところに出来上がって大門パフォーマンススタジオに全部組んでもらってホリ行って練習する時間ないんでいきなりくんと本番ですよ本当にぶっつけだからていうか俺さだからさ俺がいない時っていうかその日じゃなくて別の日に一段ぐらいしてきてんだろうなと思ったら本当にしてないっつうのねでそのコースで打って。 あの日、練習もしてないじゃん。してない、してない。素振りしかしてない。間違いない。そう、でも、やっぱこう、ひろゆきの前、しだしたフィーリングが、すっごいやっぱ良かったのよ。だから、悪いイメージがないから、そのままヘアウェイからいきなり本球って、6番やんかな。めっちゃ良かったよね。かあれよね、だから飛びすぎてたよね。そう。その調整してないから。そう。距離がまだつかめてないんですよ。そうそうそう。まあでも、球もちゃんと浮いて、 手の距離が出てるんでいいかなと思います。うん、で、その理由がスピン量なんですよ、やっぱり。スピン量がやっぱり少ないと、球上がっても棒弾になるんで、あの、なかなか球を止めることができないですよね。飛んだとしても。でも、やっぱこうグリーンに落ちて、奥にこうボールがこぼれてリリースしちゃうと、やっぱりこうゲームにならないんで、そういう経験ありませんかあると思うんですけど、そう、それってスピン量が足りてないんですアイアンで。 だから、プロのアイアンショットをデータ化すると、出玉が低いんです、プロって、アイアン。で、最高到達地点が高いんですよ。だから、ちょっとめくれる感じで、ほんの少し飛ぶぐらいがアイアンっていいんですけど、大体いいアマチュアの方って、出玉が高くて、最高到達地点が低い。こうやって打つから。そう、だからドライバーショットみたいに打っちゃうんだよね。 そうすると、プロなんかよりも出玉が高いのに、打ち出し角が高いのに、高く上がらない。うんうん、そう。こうなっちゃうんだよね。うんうん、ライナーみたいな。そうすると、ボールが止まらないし、うん、結果的に飛ばない。うんうん、だから、それをめくれ玉というか、こう、ブワーって上に上がるっていうのは、やっぱスピン量。うん、シャフトの柔らかさがすごく大事。うん、柔らかい方がスピンが入るんだ。入る。硬いとね、ドロップするからね。ああ。 もちろんロフトもそうなんだけど、あのー、まあ、ドライバーとかロングアイアンとかも、どうしてもスピン量がないと、こう、ビューンって落ちちゃう。うん、そうすると、超えるものが超えなくなっちゃうから、バンカーとか。だから、スピン量ってあった方がよくて。だから、イメージですよ。イメージは、例えばじゃあ7番、8番で最高到達地点があります。で、こっからボール打つじゃないしたら、 最高到達地点に下からこうやっていくぐらいのイメージの方がいいの。うん、まあ、ほぼ直線なんだけど、うん、これが、こうなっちゃうのは良くない、うん。必ず直線的に上がる、向かっていくか、ちょっとだけ下からこうやっていくぐらいが、すごくアイアンは理想。やっぱこうめくれないとダメよね。あれ、ロングの、 セカンドだっけうん。6番やん。182ね。こ,こぼれないでグリーンの中で止まってたやつ。そう。あれやばいよね。だから何ヤードであそこで止まったんだっけ ?182。2> 18 2あ、そう。ピンまで182で真横だったから、<laughs> ほぼキャリー182で、2ヤードで止まったんだよね。そうだね。うん。6番やんだよ。ヘッドスピード43の男が、6番やんで、しかもフォロー。若干。で、2ヤードで止まるって、やっぱりシャフトがしなんないとできないことなんだよね。あれ、細工したって、ドローでしょ うん,うん、うん、ドあ、そうだね、そうだね。ねもう、ね、余計止まんないんだ。そうなの。その中で、あれだからね。ここに落ちて、お<ー>ここに止まってんのよ。そうだね。これは、うん、もう間違いなくラウネですから、ね。そう。ラウネ効果です。そうなんだ。そう。やっぱあれだけスピンが、ちゃんと入って、飛ぶっていうのが、こういうところに出るの。え、あれはでもあれなの。止めるハイドロー打ってんの 止めるハイドロはあれは打ってない六番じゃできないからあ,あ、そうなんだ八番まで七だと噛むからね七上だとあ、そうなのじゃああれは本当に単純にシャフトの効果なんだそう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 こうあってシャフトがこうバーンってしなくてブンバンってしなるからだってあんな近くに止まるんだと思ってそうでしょう。もっといっちゃうイメージでしょうん、イメージあれあ,んな強あの強さだそうだねそうあれってシャフトのしなりがないとできない、うん、もっと棒玉になっちゃうから 特にフォローって落とされんのね、ボールを。あ、そうなんだ。そう。押さえつけられちゃう。アゲンストだったら、何ぼでもっていう言い方おかしいけど、止められるのよ。ぶつけられるから、風に。風にね。フォローで2ヤードで止まるっていうのは、でかい。それ、ひろゆきに電話したら、あ、現役の時よりいいねって言ってた。言うんだよ、あいつ。言うよね。言うよね。言うよね。そう。いっぱいお客さん送ってんの。そうなのよ。そうなのよ。 そろそろダイモンさんからね。そうだね。コーラぐらいはもらってもいいよね。そうだね。ちょっとコーラ送ってもらわないと。ね。マぐらい。いや、ビッグマックぐらい送ってもらわない。間違いないです。もう合わない。そうだよね。ちょっと合わないわ。僕とトールマック大好きです。まあその、スペックうん。なんかも、ちょっと紹介していけたらと思うんですけど。あ、その前に一個質問したいな。あ、いいですよ。ドライバーだけは、高打ち出し角ロースピンなのいいです。アイアンは逆なんだ。 手打ち出し角。ハイスピード。そう、ハイスピード。ってなってくると、その理由ですよね。そう。アイアンは、縦距離の中に入れなきゃいけない。はい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 。ドライバーは、一番ウッドで、インフィニティじゃないって言ってるけど、自分のスイングの中でも、最低ラインを超えて、それ以上行ってくれれば、それラッキー。力としてじゃなくて。 だから、高打ち出し角で、対空時間を長くしてる。一番飛ばしたいクラブだから。だから、ターゲットに対して、ドライバーなんかはランも出したいわけだから、ターゲットに対して斜めに飛んでってほしい。ああ、止まる必要がないってこと、ね、そう。でも、アイアンって上から落としたい。だから、アイアンってこうなって、こうなるのが理想なの。なるほどね。そう。 そういうことか。そう,そうそうそう。サンドウェッジからアイアンの一番上までのクラブっていうのは、うんうん、やっぱスピンが足してた方がいい。そうな勉強になります。そうなんだよ。そこはね、なんとなくできるの。鉛筆持ってない。手に感じるものだけど。あと、ボールの飛び方は目で記憶してるから。<laughs> 大丈夫なだ,だ大丈夫なの。<laughs> そう、だからその、それを打ったスペック、うん なんかは、ちょっとね、紹介して、ね、行、うんね、った方がいいよね。うん、まず、じゃあ、ウエッジから行きます。ウエッジは、僕は52、58度を入れてるんです。で、シャフトは W115。ウエッジの115、115g のやつで、フレックスがウエッジフレックス。ウエッジフレックスとウエッジプラスっていうフレックスがあるんですけど、硬さ。それのウエッジっていう方、柔らかい方を入れてます。で、 長さが、サンドウェッジが35.25インチ。で、52が35.5インチ。で、えっ、ー、と、ヘッドバランスが58度が D の0.5。で、52が D1。です。ピッチングから、えー、5番ヤンがアイアンなんですけど、ピッチングが35.5インチで、あと0.5ずつ5番ヤンまで伸びてます。 で、ヘッドバランスが全部 D1.5 ですそうあれひろゆきがめっちゃくちゃ綺麗に鉛張ってくれてあバッそうフェイスにうんもう分かんないようにへえ<ー>そういうのもあのダイモンではやってくれるんでアイアンのシャフトが 105S ラウネのそうそれが刺さってます 4番アイアン型ユーティリティがラウネの90の S の5番アイアン用を入れてるのね。ああ、言ってたそう。バンテずらしにしてます。それはなんでかっていうと、105S アイアンに入れてるじゃないですか。で、90の S をそのまま4番アイアン用を4番アイアン型ユーティリティに入れると、90の方が絶対柔らかいんですよ。同じ S でも。なんで、硬さを同じにしたくてグラムだけ落としたい。なので、 90の5番アイアン用を4番に入れるとちょっと硬くなるんですね。なんで、ウェイトはそのまんまで、1、2グラム重くなるんですけど、まあそれはもうほぼ関係ないんで、105と同じ硬さの流れで90グラムにウェイトを落としてるっていう4番アイアンのアイアン型ユーティリティなんですけど、それを全部やってもらって、それがめっちゃくちゃ良くて。4U 良かったよね。やばかったね、あの球。ね。うなってたね。 ね。で、高さも出てたもんね。そう。そう、やっぱ、ね、軽いから振り切れるし、やっぱ、シャフトがしなるとね、うん、走るし、うん、振り遅れないし、飛ぶんですよね。飛ぶ。すごかったよね。すごかった。4U4U だからね。うん。あれは良かったな長さはあの、5番アイアンよりも0.5インチ長い。ピッチングから4番ユーティリティ、アイアン型ユーティリティまでずっと0.5インチ刻み。 で、伸びてってるんですけど、それも正解だったし、ヘッドスピードとかインパクトの力を、まあ、ひろゆきと相談して、で、まあ、105で、4番だけ、その5番のアイアン用の90の番手ずらしに入れて、で、やって、で、1.5ぐらいだったらいいんじゃないのって話して、で、それも全部ぴったりきたって感じだね。で、来角が標準よりも1.5度フラットにしてるんで、それもすごく良かったし、ヘッドは4番、 アイアン型ユーティリティが u 6号で、アイアンが Z965。うん。いつのやつ ?2018 年かなうん。18、うん、違う、もっと前だね。17年とか、18年とか、そんなもんかないや、2016年だね。古いね、だいぶああ。古い。僕のアイアンのこだわりユーティこのヒールの高さと塔の高さあるでしょうん、このヒールの高さが低いアイアンって俺ダメなのね。ここと、ここの高さが、 同じアイアンってない、もちろんないんだけど、うん、なるべく同じに見える方がいい四角い方がいいんだ。そう。ラッパより。そう。ラッパも俺ダメなのよ。<laughs> なんかダメなの。ヒールが高いアイアンがすっごくいいの。だから、ピッチング9番、ショータイアン、89P とかが低いと、もうダメなんだよね。ドライバーとか他のクラブも全部そうなんだけど、うん、とにかくヒールがガッて低い、落ちてる、うんうん、頭がガッて上がって見えるのがダメなの。 のぺーっとしてる方がいい。はいはい,はい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 。そういうクラブを選んでます、全部。うん、俺でも平井くん以外のクラブ打ったことないけど、でも確かにそんな感じするね。するでしょ四角っぽい感じする。に見えるでしょ見える。うん、いや他の打ったことないから知らないよ。四角、うん、はしたことないけど、言われてみれば確かに。そんな感じがする。ラッパ型うん。俺ダメなの。だから、昔のブリジストンとか最高なんだよね。あ、そうなんだ。うん。 今のヤマハのツアーモデルってやつもいいしヒールがあんまり低くない、うん、あとねもうこれやばいっていうのは、うん、プロトコンセプトネクスジェンゴルフパートナーのアイアン作ってる宮城さんっていうんだけど <laughs> 宮城さんは個人的にラウンドとかさせてもらったんだけどうん、うん、合宿とかもねやらせてもらってうん、うん、高橋さんとすっごい仲いいからその宮城さんが作ってるアイアンプロトコンセプトってあるんだけど、うん、やばい。 やばいのやばい。めっちゃいい顔。逆を言えば最近では珍しい顔なんだけど、うん、最近みんなヒール低いから。そうなんだ。うん。もう、やばいって感じ。めっちゃいい顔。あれはないな、でも。量産型っていうか、うんうんうん。ああいうのでは多分ないと思う。でも反対にそのラッパーの方がいいっていう人もいる、ね、いる、いるだろうね。いるだろうね。なんかね、ヒールでガンって俺は押したいのね。うんうんうん。だからおお、俺って、芯よりもちょっとヒール目に。 へなんだから、ヒールでガンと押すから、ヒールが低いとね、なんか弱々しいんだよね。シャンクでそうで。なんかこう、こうなってない方がいいんだようん、そうなんだ、ね、だからフラットが好きだし。しかもトーダウンしないからねそ。そうなの。浮かせられるから頭、ト <laughs> ダウンしないから <laughs> そう。手も下げられるしね。そう。だから、アドレスでピタッとくっついてる方がいい。うん。うん、そう。それ以上下がらないから。<laughs> そう。 下がる時もあるよ。<laughs> あるけど、<laughs> 確率が少ないから、うん、だからいいものをより良くしてるから、なるほどね、スピンが入るっていうのは、すごくいいなと思って。うんうん、あとね、その、アイアンって操作するクラブじゃない、うん、そもそも。操作するクラブを当たるか当たらないかで迷ってほしくないのね。うん、ああ確かに。操作まで行ってないじゃない行ってない。そう。 だから自分の技量内にまとめれば操作はできるわけじゃない。うんうんうん。操れないスペックになってるから、うん、アイアンがこうショートホールとかでなかなかワンオンできないとかってなってきちゃう、ね。当たる当たんないじゃないのね。当たるのなんてもう当たり前にしとかない、うん。そうそうそう、だめなの、本当はね。そういう話じゃないんだねそう。操作しきれるかどうかの話だから、当たるか当たんないかじゃないよね。そんなところ問題にしてないわけ、ね、そう、問題にしちゃだめ。 だからあれだ。いつも150ヤードのグリーンはいつまででも乗せられるそうそう、お腹すくまで大丈夫な、うんうん、だ。からそういう判断ができるクラブになってきた方がいい。それは、まあ重さも多少あるけど、それよりもやっぱ硬さよね。うん、柔らかい方がいいんだ。優しく感じる。今日の型のアイアンもめちゃめちゃ硬かった。 <laughs> 俺は無理だと思ったもん。俺よりヘッドスピードがちょっと遅かったんだけど、うん、それでも俺よりハードなヘッドとシャフト使ってて「どうですか?」って言われたから「僕打てないですね」って言ったの「嘘でしょ?」って言われて「いや本当そういうことがあるんで本当にこう練習場でちょっとこう上に向かって飛んでいくような球が出れば OK です、うん、こうバーンって飛んじゃうのはやっぱ良くない。だから みたいな球が飛んじゃうのが良くないから、なるべくちゃんと打った時に球がこう浮いてくれる。その判断っていうのは、アイアンダフってる人、うん、フック出る人、シャンク出る人は、もうシャフトが硬いからね。硬いからそういう動きになるから。柔らかかったら、上がらないように上から打つでしょ、うん、上から打つと、縦スピンがかかって、ビューンってボールがめくれてくんのね。うん、結果的に球が強くなるのよ。だから、アイアンなのにこう、こうやってシャクってこうやって打っちゃうっていうのは、 もうそもそも言う前に自分でシャフトが硬いって感じてる証拠だから。<laughs> そうか。そう。そうだね。そうよ。そうだ。うん。だからダフリチーピン、ダフリスライス、ちょいかみ、フェイスの上っ面に当たるっていうのは、もう自分で考える前に感じてる。そうやって。だからスペックの見直しをそういう方はした方がいい。あれ柔らかい方が打ち込めんだっけ柔らかい方が打ち込める。ターフも取れる。 ブわって。いいことばっかりだね。いや、ほんとほんと。こうなって、こうやってなるからね。ああ。ャトがね。こうなって、こうなるから。ビヨーンってなるんだ。そうそうそう。だから飛ぶし、ターフ取れるし、球が強いの。しかも当たった時、ブルブルってなるの。ブルブルってなる。ビヨーンってなるから。へえ、感じてみたい。硬いと、うん、インパクト前にしなに終わってるから。 <laughs> 戻っちゃってんだそ。そう。言っても、シャフトって、こっちにしなるの、後ろに。うん,う,んうん。後ろにしなって、うん、当たった時に衝撃で手が止まるから、パンって走るわけあ<ー>それで飛ぶ。うん,うん。それが、もう、こうなんないでも、こう来てるから。うん,うんうん。硬いと。なるほど。だから左行くの。ああ、そっか。振り終わった後に当たってる感じそう。だから飛ばないの。 なるほどね。だからあの定規でもさ、こうやってやってパンって離すと、うん、ペタンっていくじゃない、うんうん、それで飛ばすから。ああでもそれがさ、このままだとさ、自力じゃない。<laughs> そうだねそう。だから飛ばないの。その原理。うんはい、はい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 。だから、シャフトって、後ろにしなって当たった時に、衝撃でパンって前に行く。イメージが湧かないんだったら硬い。ああじゃあそのイメージが持てるシャフトにすればいいのね。そうそう,そう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 。それって、レディースから始まって、うん 男性の場合ね。うん、で、絶対しなるシャフトをまず使うじゃない。うん、で、その感覚を覚える。そうすると、そこまでしならないシャフトでもイメージが湧く。そうすると、自分のシャフトでもしならせられる。ああ<ー>。そっから始まってるから。感覚をね。そう。だから、自分で、その感覚を知らないと、自分でしならせてるの。うんうん、シャフトしならないで。うん、でも、本当にシャフトが、おー,おーってしなっちゃうと、うん 自分は固く言おうとするじゃん。<ー>それでシャフトのシナリオを感じてパンって打つでしょう。はいはい、そうすると体がこうなんなくなってくる、うん、それで自分のシャフトでもその軸の使い方だったらしならせることができるようになるの。やっぱりサロン。いい動画になっちゃった。ありがとうございました。まりました。あの本当に無料級を目指してるんですけど。でもちゃんと無料級だよこれ。はい、わかりました。なんでかわかる、うんそんなにラウネのこと言ってるのに。うん、今ないんだからラウネ。一本もここに。 そうだ映してないんだ何の動画撮ってるんだってなっちゃうから確かに打たないどころか全然違うないスチールシャフトないここにないラウネないのにラウネの動画になってよかった無料級で確かにまずまず今のところ練習場でラウネは撃ってないからねウエッジしかそこすごいよねふざけすぎてるよね で、いつってんだからね。確かに。みんな信じてんのかな。まあ、ラウンド動画が全てですね。べて。あ、でも、美味しいところはサロンになってるから。ごめんなさい。あの、初めのミドルだけ。そっか。うん。俺がパター取り忘れた、初めのミドルだけ。でも、そっか、あれセカンドはピッチング打ってる。そうだよね。それだけ。あ、止まって、ラフ、ラフから打って、ちょっとショートしたやつ。そうだ、そうだ。 止,ま、止めたのはその後のウェッジだそうアプローチのスピンラーレルってことね、うん、あそうだじゃあいいよねそ,そこでちょっと見ていそうかないでいいねいい,い,いそうでも本当にまたラウンド動画撮ろうか撮りたいねい,いつかね時間合わせてね、うん、撮りたい撮りたい本当に精一杯時間合わせて今になりました やろうやろうって言ってて。それらい何年かかってんだっつってね。ね <laughs> でも本当にやっぱり昼間のね、お仕事がお互いね、うん、あるんで、<う>なかなか時間合わせるのは難しいんで。でもあの本当に、ちょっと興味がありましたら本当にダイモンパフォーマンススタジオ行って、加藤さん、貸してって言ってくれれば貸してくれますんで。ラウネラウネ。ひろゆきは90だから、うん、90のアイアン、うん、だったらちょっと打たせてくれるんで。うん、あと本当、グリップもコードに変えました。糸入り。それもすごく良かったっす。しっかり握れて。 滑んないんで。そのグリップも今ありません。何 <laughs> <laughs> もねえじゃん。もうレビューになんないからね、それ。本当だね。いい意味ない。あのね、あ、ある父ちゃん。<laughs> 自分のじゃないんだから。あ、これ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 。これの黒。この、このい糸が入ってるじゃないですか。それグラファイトのあれなんだ。そう、グラファイトデザインのグリップグリこれの黒ね。にしたの。<ー>これうちの、 父,ちゃん父のやつなんですけどこれは水色のスカイブルーですねのコード入りのバックラインあり、うん、バックラインありがないんだよ父ちゃん持ってんだよずる <laughs> くないひろゆきに言ったの俺バックラインありだからバックラインありって言ったら、うん、あそれ建造のだからって言った。ええプロよりアーマっつって <laughs> うちの父ちゃんはバックラインありなんだよ。うん、俺、うな,んなしなんで、ね。なしなんだ。うん、まあ、でも、いいです。でも、本当に、あの、いいクラブできました。ありがとうございます。グラファーとデザインさん、本当に感謝しております。あ、でも、もらってんだっけえーと、もらってません。<laughs> お金もいただいてません。そうですね。そうです。別にね、はい、案件でも何でもない。何でもないんです。うん、ただほんの、本当に自分がいいなと思って、ちょっと使ってます。ありがとうございます。今回はですね、アイアンのシャフト グラファイトデザインの、えー、ラウネというシャフトに変えて、で、それのスペックとかですね、を説明していきました。アイアンにはやっぱりこう、シャフトのしなりっていうのはすごく重要で、スピン量が入るっていうことはすごくいいことなんで、もう吹き上がる寸前ぐらいの、やっぱスピン量があった方がいいんで、ぜひ、シダなんかできたらですね、していただいた方がいいと思います。はい。では気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。 オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、ラウンドレッスンの先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショップですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。